はい。朽木隊長は？奥の部屋でお休みになっています。そうですか。無茶をしましたね、朽木隊長。はい。ルキア、そこにいるか？はい、兄様。お前に話しておきたいことがある。50年前の春の朝、その年最初の梅の咲く前に、私は妻を亡くした。存じております、ヒサナ様。兄様はその奥方によく似た私を気に入り、私を妹として朽木家にお迎えになったのだと教えられました。そうだ、そう言ってルキアには嘘を教えるようにと、私が屋敷の者に指示をしたのだ。え？ルキア、ヒサナはお前の姉だ。ヒサナは現世で死してお前と二人犬釣りへと送られた。だがそこで一人で二人を抱えて生きることに窮し、まだ赤子だったお前を捨てて逃げたのだと、そう言っていた。ヒサナはそれを悔いていた。私の妻になってからの5年間も毎日のようにお前を探し続けていた。どうか妹を見つけてやってくれ。そして見つけても自分が姉だとは明かさないでほしい。明かさずただ妹を守ってくれ。自分は姉と呼ばれる資格はない。どうか私を兄と呼ばせてやってほしいと。そう言い残してサナは息を引き取った。私がお前を見つけたのはその翌年だった。私はすぐにお前を朽木家へと迎え入れた。ルコン街の者の血を貴族の家に混ぜることは掟に反し、朽木家の名を下げると屋敷の者たちには反対された。だが私はイサナを朽木家に迎えた時にもその掟を破っている。だからお前を迎え入れた後、私は父母の墓前に誓いを立てた。掟を破るのはこれが最後。これより先いかなることがあろうとも必ず掟を守り抜くと。お前の極刑が決定された時、私は分からなくなっていた。掟を守るという父母への誓いと、妹を守るという悲惨なとの約束と、どちらを守るべきなのか。黒崎一護、礼を言う。ルキア、すまぬ。はい、ゴーよし、次。おらおら、どうした？誰も来ねえのか、この腰抜けども。しーくらー、はい、ついついちょ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 い、はい、ついてらー。しょうがねえな。あ、村長一丁、俺が行くか。おう、いい度胸だな、一号。いいのか、病み上がりだろうが。手加減はしねえぞ。ぷえうらー。隊長、おはようございます。はい、おはようさん。なんだ、元気そうじゃねえか、イチゴ。傷はもういいのか。おかげでもうバッチリ。
そうか、それは何よりだ。これで遠慮なく、てめえとやれるってこった。てめえ待てこら、いちご。誰が待つか。あんたと戦うなんか二度とごめんだ。なんだと、逃がすか。隊長、抜け駆けはずるいっすよ。ランキ君、ごめんな。ギン、あんたのそういうところが嫌いなのよ。バカみたい。誰がだ。あー、びっくりした。もう、あやこっぱいこぼれるところだったじゃないですか。お前に客だ、松本。え？キラン。松本さん、食べてく、そばまんじゅう。なぜ生きているのだと思っているんだろうな。まさかあんたが死んでしまったら俺は誰目指して強くなりゃいいんすか。隊長、俺はランチだよ。てめえ何の用だよ。今俺ちょっといいこと言うとこだったんだぞ。おお、あ、すまん。だよ、ルキアどこ行ったか知らねえか。なんだ、ルキアがどうかしたのか。いや、知らねえならいいんだ、別に。終わり、レンジ、白夜、邪魔したな。俺行くわ。なんだよあいつ。どうしたんすか隊長。いや、あの男、よもやこのまま私を呼び捨てで通すつもりではあるまいな。当選隊長はまたここへ戻ってくるだろうか。銀河南方のもんじゃ。そうだそうだ。松本さん、僕は今日白まで飲みますよ。おー、周平だ。ウサギ副隊長、どうしたんすか、そんなしけたつらして。なんだお前テンション高えな。はい、近くにいる。あんたどうせ暇でしょ、ちょっと付き合いなさいよ。いやでも何もじもじしてんすか。一緒にパーって行きましょうよ、パッと。ああ Yes。 おお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 おパイ。嫌なの周平。嫌じゃないっす。何ニヤニヤしてんすか。せお前先帰って寝ろ。一緒に飲みましょうよ周平。おい、帰んぞ。明日には源泉の門開けてもらえるってよ。お前はまだ体調万全じゃねえだろ。明日に備えて早めに休めよ。ああ、そうだな。お前には一番に言わねばと思っていたところだ。私はここに残ろうと思う。そうか、よかった。え、いや、お前が自分でそう決めたんなら、残りたいって思えるようになったんなら、
いいんじゃねえか。それでよ。じゃあな、ルキア。あ。ありがとう、イチゴ。こっちのセリフだ。ありがとう、ルキア。おかげでやっと雨はやみそうだ。Love, the blue heavens 待ちくたびれた sunrise お前の出番だ明日は晴れに空を飾れ No love in the blue heavens 突き抜けて追い求めながらどこまでも行く遥かな場所へ土砂降りの中戦い続けてきたこの身に光る雫が伝う黒い雲に隠れていたのは空の青さだけじゃない透き通るほど真っさらな気持ち瞳を閉じてこの瞬間を感じていたい重い刀は下ろしてだって喜びは悲しみの果てに心を照らすから
ございました。なんとか戦いを無事に終えることができました。それでは共に戦ってきた仲間たちを今から紹介するんですけど、僕が誰を呼ぶか、ヒントを少しずつ言っていくので誰が出てくるのかこう、ね、考えながら聞いててください。ではまず顔に装飾品はしないですね。してない。そして髪が短いですね。そして髪が白い。さあこれでもうだいぶ絞られたと思うんですけど誰だと思いますか。わかる方。銀。そうですね、銀は全部当てはまりますよね。それじゃあお呼びしましょう、当選かなめ。当選かなめ。いや、なんて呼びたか。みんな忙しいんじゃ、お前だけじゃ暇なのは。どういうことですか。わしもみんなも次の準備があっての。準備。いや聞いてないから。いや何これ、どうしたの。これも準備じゃ。え、じゃあ俺はどうすれば。お前は疲れているだろうから少し休んでおれ。行くぞ、みなの者。もう一つの地上2316。
知る由もなくことごとく踏みにじられた者の覚悟を知るかい削られた体の破片が牙をむき限界寸前虚しさは鋼に変わる瞬きしないで見届けてくれたらこの傷触らせてやる何を信じどこへ向かうのか移り変わる季節雪解けを待ち夢じゃない紛れのない鬱微笑んで空を見上げて憧れていた道を歩いて優しさを糧に育つはずだから粒濡れになっても構わない新しい自分に出会うためにまだ見ぬ高みへ深く眠る月の光
俺の出番だぜ。よっしゃみんな盛り上がってくれ。解き放てその刃、時空を超えて今、終わりなきこの世界、遠い記憶こだまする、足跡を残すなら音は知る思い出、受け継ぎしこの刃、静寂破る時を知る、手を伸ばせば感じ合える、浮かない硬い絆は足りるものを見せる、でもう一つの地上、駆け熱く切り開け、響け深く書き鳴らして、轟く我が大仙集落ということで、キャストより一言ずつご挨拶させてください。それでは僕らを支えてくれた隊員の皆さんからお願いします。はい、宮川康弘です。ありがとうございました。酒井ダンクです。ありがとうございました。長谷川豊です。ありがとうございました。アキです。ありがとうございました。時松健太です。ありがとうございました。梶光太郎です。ありがとうございました。久田裕貴です。ありがとうございました。辻大輝です。ありがとうございました。以上、隊員でした。ありがとうございました。はい、そして、久木修平役、橋本善逸です。今日はありがとうございました。ソイフォン役、倉地あゆかです。ありがとうございました。当選絡み役、本田貴也です。ありがとうございました。司法院夜一役、松林敦美です。ありがとうございました。まどろめ一曲役、塩田光平、ありがとうございました。山田花太郎役、橋本真一です。ありがとうございました。
ザラキ原発役、川上翔太です。ありがとうございました。宇野花烈役、平田由香でした。ありがとうございました。ひなもり桃役、宮間可憐でした。ありがとうございました。キライズル役、ケントです。ありがとうございました。はい、前総介役、馬場龍馬でした。ありがとうございました。内丸銀役、アスマコウスケです。ありがとうございました。須賀藤志郎役、永田貴人です。ありがとうございました。はい、松本蘭菊役、高橋優でした。ありがとうございました。朽木武役、犬弘樹でした。ありがとうございました。あばらい連絡、崎山翼です。ありがとうございました。朽木るきあ役、海地弘です。ありがとうございました。黒崎いちご役、高野明です。ありがとうございました。ありがとうございます。この度最年少座長を務めさせていただき、本当にたくさんの方にご迷惑をおかけしました。そしてたくさん噛みました。こんなに、いろいろ至らない僕ですが、ここにいるキャストの皆さんと、そして僕らを支えてくれたスタッフの皆さん、そして、毎日劇場に来てくださったお客様に、助けられて今こうして舞台に立っております。本当にありがとうございます。やっぱり毎日毎日公演させていただいて、来てくださる皆さんの声援が僕らの力になりました。僕らは本当にブリーチが大好きで、そしてロックミュージカルブリーチが大好きで、そして皆さんも大好きです。こうしてこの夏この舞台に立てたこと、本当に幸せに思っております。ロックミュージカルブリーチ、もう一つの地上、たくさんの応援、本当にありがとうございました。この夏本当に最高の夏でした。気張ってください。お前用ではなかった。もう関わってくださった皆さん、
本当にありがとうございます。では、皆さん気をつけて帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそごちそうセリフです。なんか、ゆきや。しんどい、ありがとう。お前もそう。ということで、改めまして、ロックミュージカルブリーチもう一つの地上、たくさんの応援本当にありがとうございました。新幹線の時間もあると思うので気をつけてお帰りください。本当にありがとうございました。ありがとうございます。僕らもロックミュージカルブリーチもう一つの事情絶対に忘れないので、皆さんも絶対に忘れないでください。本当にありがとうございまして、ありがとうございました。